ピカピカどんぐりだよ。ツルツル飼ってる。これは帽子かぶってる。ここはレストランと温泉もあって、見て見て、これ帽子かぶってる。なんか老人の施設もある。なんか複合施設なの。見て、帽子かぶってる。温泉、温泉が入れるんだよ。日向の湯、レストラン、なんかハブ、ゼファール、え、渡っていいんじゃないの。ゼフィール、そう、なんかレストランゼフィール、有名なシェフが2人いるらしい。中華とフレンチで、ランドローバーの看板だね。さあ、こっからとオマハ乗るね。そう、11時から全然それまで何してる。え、もうすぐ11時になるし、それまでここでフライングディスクとかいろいろこういうのできるの。サッカーやほら教えてもらえるんだよ、ほら、あれって。こんにちは。かみちゃん、今日も大馬さん乗るよ。うん。やったね。うん。ねえ、うん、好きな動物、私さ、馬と猫しかいないよ。そうなんだ。レストランでビールの屋台。ここは何？蔵王町の施設なの？わかんない。あ、これが弓道だよ。そう、本当に弓道部の皆さんみたいな人が。大馬さんはどこでやる？お本部。ほらほら、大馬さんめっけ。急に？あ、総合受付。これ聞いてみよう。この施設は、はい、どういう施設なんでしょうか。あ、ここの建物自体が、はい、個人が所有してて、通常温泉とかレストランとか、はい、あと高齢者向けのサービス、高齢者住宅が今度オープンするっていう。民間の施設なんですか。民間の施設です。まあ、社会福祉法人が運営している施設ではあるんですけども、ただ建物自体は。もともとは何の建物だったの。辿っていくと美術館でした。もともと美術館だったんですか。はい、島川美術館っていうのがあって、はい、その仙台の方に美術館移動して、ここがもう売りに出したので、はい、地元の社会福祉法人さんが買い取って、買い取って、はい、数年前に買い取って、そして今回オープン。オープンというか、オープンはだいぶ前ですよね。そうですね、はい。そういうことなんですね。なんか大々的に今のスポーツなんかにも力を入れてる団体の法人なので、はい、まあ、こういったところで体験会が、去年もコロナの間に2回ぐらい体験会をやらせてもらって、たまに経験してもらったりとか。僕が初めての試みで、ちょっと音楽のイベントと、はい、あと有名な東松島の青い鯉のぼりを山でもあげたいということで、5月3日は海で、10月5日は山でということで。あれ、ポニーのはどっちの方で。あ、ポニーそこで、受付そこになります。あ、そうなんですね。じゃあ行こう。はい、ポニーのね、はい、あれは。あれはポニーの。シャベルもある。1時からね、なんかライブとかやるんだって。おうまさん。ちゃんとは見たんだけど。あっちでもおうまさん見つけるの。おうまさん。これで3回目だ。スポーツアクティビティチャレンジ。なんかあっちから歩いてきてる。おうまさん。すごいね。なんか遠くから歩いてきたよ。おうまさん乗ったことある。車じゃなくて。うん、あっち。みーちゃんは、みーちゃんはどこだろうかな。かわいいね。何歳ぐらいから乗れますか。怖くなかったね。あ、そうなんです。やめなかったら。この人はやめた方がいい。この子は。すごく似合うよ。お兄ちゃんみたい。あ、おっぽに。私、おっぽに。おにぃだね。おにぃ、おにぃ。クルールはポニーです。乗ったことあるじゃん。ね、だから走ってみたいって言うの。すごいね。自然の中を歩くコースだ。弓道と乗馬。で、弓さん乗馬だけちぎってね。で、弓道の方が立ち上げて、戻してあげて。あ、二人分。あみちゃんも乗るんだよね。うん、みーちゃん。みーちゃんは乗れる？パパ。はい。うん。旅行です。
牛丼もこれの半券でできる。できますよ。パパねねこれ。ちゃん荷物乗れないよ。残ったやつ。じゃあ乗ったら？お、いろいろ大きな口叩かない方がいいよ。自分で乗って。みかの？あ、はい。でも多分歩くぐらいだったらできるよ。ちゃんと見ててもらおう。なんか一人でビュッてるわけじゃない。帰ってこれるかどうかわかんないけど。はい、じゃあ、はい、お姉ちゃん、お姉ちゃんおいで。はい、後ろから行かないでね。いいね。かっこいいね、このポニーは。いってらっしゃい。メイちゃんも乗るかい？うん。うんって言ってる。ママさんの後ろ通ってもらえない。うん、そうそう。でもメイちゃん一人、ママと一緒とかだったらあるんじゃない？わー、すごい。はい、踏めてる。はい、お疲れ様。ここをしてから逃げない。アミちゃん、あっちで順番こ待ってようか。そうだね。一緒にくっついてると永遠に乗れないね。チャペルもあるね。チャペルは多分美術館があった時からチャペルあったもん。持って。はい。これも。じゃあ一回下ろしてね。ママ全部荷物持ちしてたから。よいしょ。もう一回で中。はい。わあわあわあ。めちゃも乗りたい。乗りたいのが。なんでめちゃん後ろでこんなのやってる。
か？写真撮ります？あ、よろしければ下ろしますけど。大丈夫です。じゃあ下ろしてください。はい、じゃあ、はい、中持っててください。私も首に捕まって、首にして、ありがとう。はい、このお姉さんの方行ってください。じゃあヘルメット取ろう。おまさんのお口緑くんの、はい、ヘルメットください。ヘルメットください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。次は弓道だね。うん、乗ってみようかな。私も水飲む。弓道は乗らないでしょ。弓道はやってみようかなでしょ。乗ってみようかな。側にポニー一頭いるって言ってたね。うまみ、うん、楽しかったね。楽しかったね。よかったね。パパ、ヘルメットかぶって大野さんに乗ってさ、あのさ、いっぱい電車乗ったさ、あのさ、汗びっしょりになるよ。そうだね。ヘルメットかぶってたらこの、あと髪の毛、あと髪の毛熱くなるよ。でも大野さん乗れるならいいの。スポーツ体験会。ここで受付じゃない？受付はこちら。ありがとうございます。弓道体験は弓道というか、まあ、何でもやっていただけるんですけど、弓道はここで500円、はい、あれ、さっきチケットを買ったの？まとめになってるんですね。あ、ですと、そちらでこの中入っていただいて、はい、お見せいただけるの。めちゃくちゃいいです。やばやばだ、やばやばい、やばバカビチか。あ、なんかやってる。あ、太鼓始まった。はい、こんにちは、体験ですか？あ、はい、はい、何名様でしょうか？2人です。お二人ですね、はい、体験されるのはどなたか？あのこと、はい、あみちゃん。じゃあ、はい、じゃあお姉ちゃんとあみちゃんは何歳かな？5歳。はい、ありがとうございます。じゃあ準備できたら順番にウェイクしますのでね。じゃあその前にまず人、じゃあこちらにどうぞ。いらっしゃいます。すごい、アミちゃん、かっこいいね。このマ
丸いところもそうです。なんか髪の毛入ってるおもりに。おー、飛んだ飛んだね。ピヨンって聞こえてる。ピヨンって聞こえてる。足こっち、片足こっちに持って、はい、そうそうそう、でこっち、そう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 、いい感じです、上手上手。お、飛んだ。ゆみちゃんも、ゆみちゃんも飛んだね。飛んだ。届いたー、当たったねー、すごいすごい、すごい、白いとこに当たったよ。ちょっと待って、お姉ちゃん、ゆみちゃん頑張れ。なかなか難しいね。引っ張って、もうちょっと引っ張ってくる。一回やってみると、そうそう、飛んだ飛んだ。いいよ。ボヨボヨンって飛んでる。ボヨボヨンって。まだだよ。はい。お父さんやってますね。お父さんやってますね。もうビデオ撮ってるんで、ね、私やりたい。
スの中に入ったぞ。あ、これだ。ありがとうございました。ありがとうございました。大変素晴らしかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。また来てください。すいません。また近かった。窓が近かった。あ、こっちだった。近い。僕また次やつ困る。まだやりたい。どうぞ。次だ。はい、あんちゃんハマって。とっても上手です。おお、本当は刺さるんだよママ。あれちゃんとやると刺さるんだよ。これお揃いだよな。そうだね。はい。ヒップアップじゃないタイプだよね。うん、はい。お、鎧だ。やばい、いっぱいある。そうそうから取ったのかな。わらで。そう、わらで。めいちゃんどこに行くの？お邪魔する。上がんないよ、そこに。お邪魔する。どこに行くの、めいちゃん？まあ、なんか鎧着てる。戦争でもするの？戦争するの？戦？戦だね。戦。